ストレスよ。ええ、そのうち仕事に殺されるぞ。まるで傭兵家業が安全とでも言わんばかりの口ぶりね。少なくとも急に背中を刺される心配はしないで済む。で、何があったんだ。何かよ。情報漏洩があって対応のために急遽上司に呼び出されたの。ナイトシティ支社はすっかりピリピリムード。でもお前がヤバいわけじゃないんだろ。他の奴らの尻拭いをするだけで。荒坂の傍聴部にいる限りヤバくない時なんてないのよ。まあ気にしないで、私なら大丈夫。頑張れよ。バレないといいんだが。何がだ。フランクフルトの件だよ。大規模な漏洩じゃないが。日本はもう知ってる。誰から聞いたんだ。日本は全てを知ってる。そう考えるのが一番安全だ。ユーラシア市場が大変なことになってる。ロンドンにチューリヒ、ワルシャワも、うん、もはやカオスだな。情報漏洩さまさまね。市場は下落、兵器の流通は停止、事業は後退。1919年は歴史的な変革の年でした。アメリカ禁酒法の成立、第一次世界大戦の終戦、そしてサブロー荒坂氏の誕生。サブロー氏は何してる。 B、 もう1時間以上も遅刻だぞ。すみません、もうじき着きます。フランクフルトめ、アマナシーは俺に全責任を押し付けてくるだろう。はあ、私はオフィスにいるからな。急いで来い。海戦を受け、サブロー氏は大日本帝国海軍に入隊。陛下は航空兵でした。23歳になる頃には彼は大陸まで進級した。3人が見入りだ。セキュリティの定期メンテナンス中に悲劇的な事故が発生。ジェンキンスさんがお待ちです。オフィスへどうぞ。おい B、 久しぶりじゃないか。フランクだよ。東海岸のアイスフォール覚えてるか。ナイトシティにいたのね。元気だった。相変わらずさ。一週間前はケープタウンにいたんだ。傍聴部にいるんだってな。となるとフランクフルトの件で大忙しだろう。上司はジェンキンスだよな。評判通りの男なのか。ジェンキンスは何て言われてるの。切れ者だって。いろんな意味でな。最近は本気で怒りちまったみたいだが。追い詰められてるのよ。日本から重役が来た時、室長の風評被害のおかげで昇進を白紙に戻されたから。そっちは、上司は誰だっけ。アバナシーさ、優秀だよ。ケープタウンの計画も彼女が考えたんだ。私の上司はその女のせいで特殊作戦室の室長に昇進できなかったのよ。よくあることさ、仕方ない。ええ、確かにそうね。ケープタウンでは何をしてたの。カーゴ作戦だ。
知ってるか？アフリカの紛争への兵器供給、あなたが担当だったの？まあね、ライフルの詰まったクレートを海に捨て、借りた漁船で後から引き上げるのさ。古臭いやり方だが、戦には銃が必要だからな。ごめん、ちょっと急いでるの。また今度話しましょうね。もちろん、また会えてよかったよ。緊急プロトコル発動、システムセキュリティを確認。例の彼女よ、傍聴部の。アンティチャンバーにお進みください。ビジターアクセスを承認。接続したか？かけてくれ、すぐに済む。採血の件を片付けないと雲の海の基地を失うことになる。もうじき始まるぞ。状況は？ああ、予想通りだな。いいぞ、やれ。アバナシ室長。採血を見ていたぞ。なんだあれは。後始末です。フランクフルトが失態を演じましたからね。ご指示の通り問題に対処しました。誰が欧州宇宙機関の理事をまとめて殺せと言った？隠蔽するのにどれだけコストがかかると思っている？しかしライセンスを失うことなく1週間の猶予を得ました。行き当たりばったり、そして短絡的だ。いかにもお前らしいが、後できちんと説明してもらうぞ。クソ、相変わらず腹の立つ女だ。彼女とは長いんですか？ナイトシティの前は大阪で一緒だった。2年間にわたってあいつはずっと私をはめるチャンスを伺っていたんだ。そしてついにあいつは特殊作戦室の室長のポジションを私から奪った。そして今は私の頭に銃を突きつけている。だが引き金を引くことはない。私が必要だからな。自分が恐れてできないことを私にやらせてるのさ。分割統治、効果的な戦略ですね。ふん、効果的か。何かアドバイスはあるかね？やられっぱなしではないとアバナシーに思い知らせるべきです。なるほど。一度思い切り殴ってやればおとなしくなりますよ。その意見には大いに賛成だ。これを。データチップ。信頼の証だ。ほら、受け取れ。この数週間で集めた情報が入ってる。彼女の生体データ、トラウマチーム会員証に運転手、警備主任、愛人、その愛人の夫の名前まで全てだ。これをうまく使って私を悪夢から解放してくれ。お前の言う通り思い知らせてやるんだ。こんな話をしたことがバレただけでも私はおしまいです。そうだな。だがお前が私のお気に入りであることは周知の事実だ。つまり手を貸さなくても疑われるだろう。断ったらどうなるんです？バカなことを言うな。お前は断らないさ、 B。 お互い理解できているはずだ。受け取れ。クレジットは追跡されるけど、現金なら使ったそばから消えてなくなる。そんなところだ。この金でふさわしい人材を雇え。企業とつながりのあるやつはダメだぞ。そして何よりよく知っている人間を使うことだ。分かったな？はい、承知しました。よろしい。では報告を待っているぞ。検討を。頼まれていたレポートです。昨日までにやるんじゃなかったの？
すみません、遅くなりました。メールで送っといて。言い訳は後で聞く。B、まだ生きてるか？地獄の様子はどうだ？ジャッキー、仕事よ。力を貸して。ったく、仕事以外の言葉を知らねえのかよ。なんかトラブルか？とにかく信用できる誰かが必要なの。イエスってことだな。リージーズで会おう。1時間で着く。ご確認いただきたいことが。送り込んだ工作員の正体がバレたようです。フランクフルトの件？いえ、うちの管轄の別件です。話して、手短にね。バイオテクニカに潜入させた工作員のことです。彼は最近最高機密情報へのアクセス権限を付与されたのですが、有益な情報をつかめずにいます。というと？綺麗すぎるんです。サーバーはまるで滅菌室。相手に気づかれ、虚偽のデータをつかまされている可能性があります。もう引き上げさせた方がいいでしょうか？予想されるリスクは？殺される可能性は低いですが、メディアへの告発、家庭崩壊をほのめかした脅迫はあり得るでしょう。彼を揺さぶるには十分かと。引き上げさせて。ただし慎重にね。向こうに悟られたくない。ジェンキンスさんには？私から話しておく。わかりました。何も出ないわよ。警戒するようみんなに伝えて。俺たちに探りを入れる気だな。月面基地を失うのは大きいもの。私たちを許すはずがない。採決の報告を見たか？ひどいことになったな。公になったら私たちはおしまいよ。その心配はしなくていいだろう。真相を知る残りの数人もじきに消える。承認。目的地をご指定ください。地区の分析データを。ヘイユットにて NCPD の活動が活発化しています。当局の公式声明はありません。通信傍受の結果、同地区へのマックスタック出動が推測されます。サントドミンゴ広域における停電が報告されています。その他の地区に際立った変化および異常は見られません。目的地、リジーズバー。目的地を確認しました。早速臨時ニュースをお伝えします。本日開催された欧州宇宙理事会の協議は、神経安定化システムの不具合により突如中断されました。すでに5人の理事が死亡しており、さらに3人が重体と被害は甚大。不具合の原因については現在も調査が続けられています。なお理事らは全員バイオテクニカ支給のデバイスを着用していたことが分かっていますが、同社は沈黙を保ち続けています。詳細が分かり次第 N54 の現状
現地レポーターから続報をお届けします。以上 N54 ニュースの続報でした。急にどうしたの？次のセッションはまだ先でしょ。悟りに上昇気になる生態地の通知が来てたから確認しようと思ってね。問題はないかい？少し調子が悪かっただけ。大丈夫よ、心配しないで。前回言ったことは覚えてるね。1日3回の神経筋機能訓練、心が軽くなりやる気も出るはずだ。保証するよ。分かってる。じゃあまた。とにかくバーに近い場所に降りて。規定は無視していい。パラメーターを更新、着陸シークエンスを開始。このコープ女、ここは着陸パッドじゃねえ。俺たちを潰す気か。マジかよ。分かったよな。あんたとやり合う気はないんだ。押し売りはごめんよ。厄介事はごめんよ。心配しないで、仕事で来ただけよ。それは良かった。リジーズへようこそ。ぜひオービタルエアを選びください。初めてか。また会えて嬉しいぜ、B。座れよ。とにかく話を聞こうじゃねえか。久しぶりね、ジャック。調子はどう？バレンティーノズとメイルストロームの間で火花が散っててよ。一儲けするチャンスなんだが、命の保証はない。まあ、とりあえずはぼちぼちやってるよ。だが、俺の話はどうでもいい。今日はお前の話を聞きに来たんだ。先に言っとくけど、この件は内密にね。
もちろんだ。お願いよ、これは生死に関わる案件だから。任せろって。俺を誰だと思ってんだ。ホットでの素人じゃあるまいし、メヒコの国境の件を覚えてるだろ。俺は一言も喋らなかった。あの時はあんたに助けられた。もしカルテルのことが漏れてたら。でも漏れなかった。今回も同じさ。信頼できるから俺に来たんだろ。データチップよ、刺して。おお、なるほど。どう思う？これは高くつくぞ。しかも慎重にやらなきゃな。痕跡を残さず現金のみで。現金ならある。あとは人材だが、テッキーが一人か二人、頭の切れるランナーに肝っ玉の太いドライバー、もちろんソロも必要だ。ちょうど一人ここにいる。だから俺んところに来たのか。女を始末させるために。デリケートな仕事だからこそ信頼できる人間が必要なの。こいつはデリケートな仕事なんかじゃねえよ。ただの暗殺だ。荒坂がどういう企業かはわかるでしょう。いや、わかんないか。おいそれと断れる立場じゃないの。だが俺は断る。お前も考え直すべきだ。ほら、酒でも飲んで人生を語らおうぜ。ラシアスマミッタ、ダブルのテキーラにグレナデンとライム、気を紛らわすにはこれが一番だ。この会に。それで乾杯のつもりか。なんだよ会って。普通は家族の健康とかバーで出会った色っぽいママシータニーとか、そういうのに乾杯するもんだろ。分かっちゃねえな。あったか、この会に。この仕事もそうだよ。コーポの連中は腐り切ってやがる。エルディアブロと契約した愚か者の集まりだ。荒坂に魂を売っちまいやがって。誰かを殺すよう命じられた次の日には、今度は別の誰かがお前を殺しに来る。そういうものよ。トップに立ちたかったらそれなりのリスクは負わないと。だがトップに立ってるのはお前じゃなく、サブロー・アラサカだ。お前はただの駒でしかねえ。人のためにじゃねえ、自分のために生きろ。それしか道はねえだろ。そうかもね。でも今はまだ離れられそうにない。そりゃそうかもしれねえけどよ。せめて。なんだお前らは、迷子か。お前が B だな。会社の人間ね。何か問題があったの？フランクフルトの件。目的はお前だ。今日ジェンキンスから仕事を託された。詳細を教えてもらおう。名前と所属は？まだ聞いてなかったわよね。何が？気分はどうだ？なかなか答えるだろう。社用ネットワークへのアクセス権限を剥奪した。支給されたサイバネティクスは2分後全て機能を停止する。ジェンキンスから受け取ったデータを渡せ。それで解雇手続きは完了だ。どうやって私のこと？お前が知る必要はない。データを渡せ。情報はこのチップに。賢明な判断。もういい。形式上はな。だがお前自身も片付ければ、ハバナシーは報酬に色をつけてくれるだろう。立て、一緒に来てもらう。早くするんだ。おい、待ちな。おたぐら自分が置かれてる状況をちっとは考えたらどうだ。あまり調子に乗っちゃいけねえ。よそ者が人の島ではしゃぐとどうなるか想像はつく。それは脅しか？そっちが撃った瞬間、こっちも打ち返さざるを得ない。あっという間に死体のものの出来上がりだ。目的のものは確保した。それでよしとしよう。
肝が冷えたぜ。たく死ぬかと思った。V、大丈夫か？気分はどうだ？気分は最悪よ。喉がカラカラで息ができない。ああ、俺のいとこはドラッグをやめた時と一緒だな。ひどい寒気に手の震え、冷や汗垂らして吐くに吐けず。そんな感じ。ウィ、しっかりしろ。リパーに連れてってやろうか。ああ、いや、トラウマチームが迎えに来てくれるか。トラウマの契約は解消されてる。生化学制御も社宅も使えない。銀行口座まで差し押さえられた。凍結じゃなく差し押さえよ。マジかよ、仕事の早い奴らだ。てか本当に大丈夫か？何か。とりあえず一旦落ち着かなきゃ。私はもうおしまいかもね、ジャッキー。人生の全てを奪われた。その逆なんじゃねえか。ノーと言えないお前に向こうから言ってきてくれた。きっとこの方が良かったんだよ。それにまだ全てを失っちゃいない。いいえ、何もかも失った。システムへのアクセス権、住んでた部屋、車や人脈、信用も。でも暗殺の仕事の金はまだ残ってんだろ。結構な額があるんじゃねえのか。それでやり直しゃいい。捜査中か。再出発だよ。おい、聞いてんのか、 B。 マジでヤバそうだな。 B、 B。 だが大丈夫かよ。新しい人生はから始まんだぞ。ハローナイトシー。毎度おなじみスタンダー。さあ今日も夢の街で新たな一日が始まるぜ。俺はこの街が大好きだ。どれくらい好きかっていうと、たまに孤児院に顔を出してはタバコをせがんでくる母親と同じくらいにな。今日もまた何百人と新参者がここにやってくる。だが1年持つのはせいぜい半分だ。それも当たりの年ならな。連中は何をしにナイトシティに来るのかって。そりゃ次なるモーガン・ブラックハンドやウェイランド・ボーボアみたいなレジェンドになるためにさ。俺、リスクがでかけらでかいほどリターンもでかいって言うしな。だがメジャーリーガーの選手生命は短い。炎ってのは勢いがいいほど燃え尽きるのも早いもんだ。その前に鉛玉を食らう可能性だってある。この街の伝説が集まる場所を知ってるか？墓地だよ。ターゲットの女はこの建物のどこかにいる。誘拐した連中と出くわすかもしれねえ。中に入ったら警戒を怠るなよ。おっと、その前にミリテクの訓練用チップを手に入れたんだ。ほら、プロフェッショナルだって本番前にはリハーサルをするもんだろ。仮想訓練ってやつだ。やってみるか。ミリテク？それって極秘の軍用テックでしょ。どうやって手に入れたの？ティーバグだよ。おまけに中身も調整してあるそうだ。調整って具体的には？何でもスタイルが気に食わないんだと。まあ実際にやってみりゃすぐにわかる。
ルイ、